橋の下、ブーテ作。ブーテは1874年生まれのフランスの作家です。一本腕は橋の下に来て、まず体に一面にくっついた雪を掘り落とした。川の岸が怪我されたことのない処女の純潔に例えてもいいように真っ白くなっているので、橋の急流の下は一層暗く見えた。しかしほどなく目が闇に慣れた。数日前から夜ごとに来て寝る穴が幸いにまだ誰にも手をつけられずにいるということが、ただ一目見てわかった。古い社台を天井にして、大きい銅管二つを左右の壁にした穴である。雪を振り落としてから、一本腕はボロボロになった上着と、ダブダブして体に合わない道着とのボタンを外した。その下には襦袢の代わりに、汚れたトリコーのジャケットを着込んでいる。ボタンを外してから一本腕は、今一本の腕を表した。この男は、自分の目的を遂げるために必要な時だけ一本腕になっているのである。さて、表した腕をそれまでぶらりと垂れていた片袖に通して一方の銅管に腰をかけた。そして隠しからパンを一切れと、腸詰めを一塊と、古い薬瓶に入れたぶどう酒を取り出して晩食をし始めた。この時、自分のいるところからあまり遠くないところに鈍いいびきのような声がしだしたので、一本腕は頭をその方角に振り向けた。おや、なんだじいさん、そいつはいけねえぜ。一本腕が口にいっぱいものを頬張りながら言った。一言の返事もせずに、地びたから身を起こしたのは、痩せ衰えたじいさんである。白いひげが汚れている。頭巾のついたネズミ色の街灯の長いのを羽織っているが、それが穴だらけになっている。じいさんはパンと腸詰めと物欲しげにじっと見ている。一本腕は何一つ分けてやろうともせずに、口の中のものをゆっくり丁寧に噛んでいる。じいさんは急流の下を二三歩出口まで歩いていって、じっと外を見ている。雪は絶え間なく渦を巻いて、地の上と水の上とに落ちる。その落ちるのがあまり細かなので、遠いところの街灯の火が覆われて見えない。じいさんが後ろ振り返った時には、一本腕はもう晩食をしまっていた。一本腕はナイフと瓶とを隠しにしまった。そしてやっと人付き合いのいい人間になった。なんという天気だい、たまらないな。じいさんは黙って少し離れたところに腰をかけた。一本腕が語り続けた。くそ、冬になりゃこんな天気になるのは知れているのだ。出かけさえしなけりゃいいのだ。俺の靴は水が染みて海面のようになってけっかろう。こう言いかけて相手を見た。じいさんは膝の上に手を組んで、その上に頭を低く垂れている。一本腕はさらに語り続けた。いやはや、まるで貧乏神そっくりという風をしているな。今日はもらいがなかったんかい。俺だっておめえと同じことだ。まずい商売だよ。競争者が多すぎるのだ。お得意の方でもう追っつかなくなってる。俺なんぞはいろんなことやってみた。恥ずかしくて人に手を出すことのできないやつの真似をして、上等の料理屋にうまいもの店のガラス窓の外に立ってたこともある。ダメだ、中にいるやつはそんなことには構わねえ。外に物欲しげな人間が見ているのも振り返っても見ずに面白げに飲んだり食ったりしやがる。俺は天寒闇もやってみた。口にシャボンを一切れ入れて唇から泡を吹くんだ。ところが真に受けるやつは一人もない。バカにして笑ってけかろう。それにいつでもあいにく手近に巡査がいて、俺の首をつかんで引っ立てて行きやがった。それから目くらもやってみた。することのない職人の真似もしてみた。みなダメだ。もう一つ、足なしになって尻でいざるというのがあるが、じいさん、あれはおめえやらないがいいぜ。第一、道具がいる。それにバカに骨が折れて足がひっつってくる。まあやっぱり手を出して一文もらうか、パンでももらうかするんだな。俺はこの頃ときたま一本腕をやる。今日何度もやったんだ。ずいぶん骨が折れて、それほどの役には立たねえ。決まって出ている場所と決まってくれるお得意とがなけりゃ、この商売ダメだ。どうせ貧乏人は皆くたばるのだ。皆そう言っていら。ひどい奴らだよ。
金持ちというやつらは。なぜ盗っとしない。じいさんは荒々しい声で言った。この言葉は一本腕の尺に触った。何？盗っとだ。口で言うのは造作はないや。だが何を盗むのだ。誰のものを盗むんだ。盗むにはいろいろ道具もいるし、それに檻も見計らわなくちゃならない。修行しなくちゃできない商売だ。そればかりじゃないや。第一、俺には不気味でできねえ。実は小さい時、俺に盗みを教え込もうとしたやつがあったんだ。だがどうも不気味だよ。そうは言うものの、おめえ何かうまい仕事があるのなら、俺だって一口乗らねえにも限らねえ。優しい仕事だな。ちょいっとしゃがめば、ちょいっと手につかめるという仕事で、危なげのないのでなくちゃ嫌だ。そういううまい仕事あるかい？福の神のタブサをつかんで離さないという仕事だ。どうかするとおめえそんなの一週間に一度ずつこっそりやるのかもしれねえがな。一本腕はこう言って顔をくしゃくしゃにして笑った。じいさんは真面目に相手の顔を見返して腰をかがめて近寄った。そしてささやいた。俺は盗んだのだ。何百万という代物を盗んだ。俺はミリオネイルだ。そのくせ活躍しななくてはならないのだ。一本腕は目を大きく見張った。そして大声を出して笑った。ミリオネイルだ？あのオメガか？してみると珍しいミリオネイルの変わり者だな。まあいいから来て寝ろ。俺の場所を半分分けてやる。ぴったりくっついて寝るとお互いに暖かでいい。ミリオネイルはよくできたな。じいさんは一本腕の肘をつかんだ。まあ黙って聞け。俺がお主に見せてやる俺の宝物を見せるんだ。世界に類のない宝物だ。一本腕はじいさんの手を振り離して一歩のいた。途方もねえ。気違いじゃねえかしら。じいさんはそれには構わず靴を脱ぎ始めた。右の足には横隔の半靴を履いている。左の足には擦り切れたボタン留めの漆塗りの長靴を履いている。その左の方を脱いで冷たいのも感じぬらしく、素足を石畳の上に乗せた。それから靴の中底を引き出した。それから靴のかかとに埋めてある汚い綿を引き出した。綿には何やらくるんである。それを左の手に持ってじいさんは靴を履いた。そして身を起こした。見ろよ。と言いながらじいさんは棒立ちになって、右の手を街灯の隠しに入れて、左の手を高く差し伸べた。一本腕はあっけに取られて見ている。じいさんは左の手を開いた。指の間に小さいものを挟んでいる。不思議にもその小さいものがこの闇夜に漏れてくる一切の光明をことごとく吸収してまたことごとく反射するようである。じいさんは言った。なんだか知ってるかい？これは青いダイヤモンドというものだ。世界に二つとないもので、もう盗まれてからだいぶの年が経つ。それを盗んだのは俺だ。世界中探しても知れない。俺が持っている。俺が盗んだのだ。何でもふいっと盗んだんだ。その時のことはもう詳しくは知っていない。忘れてしまった。とにかくその青いダイヤモンドは俺が持っている。世界に二つとない正真正銘の青いダイヤモンドだ。世界中探しても見つからないはずだ。古事記の靴の中に入っている。誰にだってわからなかろう。誰にだってな。ははは。何百万という代物が靴の中にあるのだ。一本腕は無意識に手を差し伸べて、じいさんの左の手に飛びつこうとした。手を引っ込めろ。じいさんはこう言って一歩のいた。そして左の手を後ろへ引いて、右の手を隠しから出した。キラキラと光る小刀を持っていたのである。裸身で。手を引っ込めぬと命がないぞ。そこで今言った通り、俺が盗んでいるのだ。お主、手なんぞ出してどうしようというのだ。バカめ。取って売るつもりか？売るにしても誰に売る？この宝は持っていて担えて死ぬより他ないのだ。馬鹿げているじゃないか。小さく切らせればいい。そんな仕事を知ったものがあるのだ。俺ならそういうやつをどうにかして探し出す。もしおめえの言うような値打ちのものなら、二人で生涯どんな楽な暮らしてもできるんだ。どれ、もういっぺん俺に見せねえ。じいさんは目を光らせた。何？俺の宝石を切るのだと？そんなことができるものか。それは誰にもできぬ。
第一俺が不祥事だ。こんな美しいもの、これは俺のものだ。誰にも指もささせぬ。俺が大事にしている。そばに寄るな。寄ると危ないぞ。手には小刀が光っている。じいさんはまた二三歩のいた。そして手早く宝石を靴の中に入れて靴を履いた。それから一言も言わずにその場を立ち去った。一本腕は追いかけて組み止めようとした。しかしふと気を変えてやめた。そしてじいさんの後ろ姿を見送ってるうちに気が落ち着いた。一本腕は肩をそびやかした。バカじじいめ、どこへでも行きやがれ。いずれ四文もしないガラス玉かなんかだろ。あんな手品に乗って気をもんだのはバカだった。こう言って一本腕はいつもの穴に潜り込んだ。じいさんはネズミ色の影のようにその場を立ち去った。そして間もなく雪に全身を包まれて他の寝所を探しに行く。深い雪を踏む静かな探り足が足音は立てない。破れた靴のほころびからは雪が染み込む。